6月の環境月間に合わせ、観光ルートを美化する阿蘇クリーン作戦が、平成21年6月27日土曜日、今年は54団体623名の協力により行われました。午前9時、花遊び東側の駐車場で開会式を行った後、それぞれ作業区間へと移動します。今年は花遊び前から大観望へつながる国道212号線上、約 10km の道のりを清掃しました。道端には空き缶、ペットボトル、紙くずなどの小さなゴミから粗大ゴミまで捨てられており、清掃作業に参加した方は一つ一つ根気強く拾い集めていました。阿蘇の景観を守るために重要な美化作業ですが、まずはゴミを捨てないマナーも大切です。阿蘇に住む人、訪れる人みんなが心地よく過ごせる場所にしていきましょう。